はい、フィンチチャンネルです。こんにちは。ですね、今日紹介したいのがこのフロリアナ5の4シーズンですね。これが、いわゆる血の生地という、血のの生地素材でできてて、昔戦争とかで使われた生地なので、まあ軍隊とかで使われる生地ですね。なので非常に丈夫な生地を使ってます。で、こういう表裏こんな感じで、ポケットがちょっと特徴で、これをちょっと変わった作り方しました。見えるかな。これね、普通こうポケットがあったら、ここ端上からかぶせます。本当は普通の作り方だったらこっち側も上からかぶせますなんですけど、これはこうこう同じ方向に塗ってます。なんでかって言ったらね、これ見てください。今履いてるんですけど、こう開けた時にボコッと広がります。その方がいっぱい、結構ね、かなり大容量で入ります。ボコッと広がるので、で使わない時は閉じてたらこうやっただけでスリムに見えます。結構スリムに、だけど使う時はボコッと出ます。まあ街でもね、アウトドアでも使える仕様ですね。でもう一つ、ここ赤耳、これね、この両ポケットとジッパーに、これセルビッチの、デニムの赤耳ですね。これもヨーロッパからね、結構時間とお金をかけて取り寄せたのを使ってます。で、座った時とか、これ猿のお尻みたいになってますけど、まあ、可愛くデザインを丸くして、これこの下にこの生地がいます。なので 2枚なんですね。この下、この鴨柄の下にこの生地がいるんで、2枚重ねなんで、まあこれ自体がね、頑丈なんで破れることはねないと思うんですけど、まあそれ以上に頑丈に仕上げた感じかな。うん、こんな感じで、まあ、機能性、撥水であったりとか糖質であったりとか、そういう機能はないんですけど、とにかく頑丈に作ったモデルですね。そんな感じ。今日はね、見て、水槽も来たんでね、かわいいでしょ。まあ今日はこんな感じで一日水槽セッティングしたりしながら過ごしてます。ということで、フロリアナ5 4シーズン、まあ夏はもちろん冬もいけるんで、ぜひぜひ、あったかい生地なんで、ぜひチェックしてみてください。